はいどうも、あっきキュンです。ということで、今回ね、とても面白そうなあのゲームを見つけましたんで、ちょっとプレイしたいなと思いますけれども、皆さん知ってますかね、巨乳女子、巨乳女子っていうゲームね。いや巨兵としてはバカだれっつって、はいどうも、プレイしていきます、よろしくお願いします。巨兵はい、ちょっとね、最初プレイしたんですけど、キャプチャーがうまくできてなかったんで、2回目ということで、プレイしていきます、よろしくお願いします。まあ巨兵都市ということで、そうですね、オープニングのムービーでもありました通り、ゴジラとか、ゴジラの系の怪獣、ウルトラマンだったりだとか、エヴァンゲリオンね、パトレイバーも出てくるみたいなんでね、ちょっとねその辺楽しみにしてやっていきたいなと思います。ちょうどね、まさに今ウルトラマンジードが終わりまして、すごい、まずね、私ことアキキもですね、30半ばにしてようやくね、ウルトラマンのかっこよさに気づくという。でも子供の時はね、そのウルトラマンのまあソフビであったりとか、ゴジラの人形で遊んでたりをしたんですけど、映画を見に行ったりしてたんですけれどもね、大人になってようやくウルトラマンの格好性に気づいたということで、こちらのゲーム見つけましたんで、やっていきたいと思います。巨乳女子、いや巨乳女子じゃねえよっていうね、巨兵都市だわっていう、はい、やっていきます。ねえ、なぜか前回ね、昨日プレイした時はね、キャプチャーができてなかったっていうね、そんな困難が、そんな不手際があって、もう一回やり直しなんで、最初の方は大体何が起こるかちょっと知ってるんですけれども、まあ初見のようなリアクションは取っていきたいなと思っております。あ、雨ねえ、私こと秋季のですね、一応男なんで、男を選択していきたいなと。女でね、ちょっと可愛い、可愛くびっくりしてもいいかなと思うんですけど、ちょっとね、普段というか、リアルはそうでもないんで、ゲームの中だけでもちょっとイケメンっぷりを発揮したいなと思います。僕は今。で、仕事を終えて会社を出たところだ。講義を受けて学校を出たところだ。ハイテンションで街にやってきたところだ。なんとなくここに来てしまった。大体これでキャラクターが変わるんかなっていうところなんですけど、仕事を終えて会社を出たところだ。だとサラリーマンなのか。これだと大学生かな。で、チャラ男。ニートのチャラ男。無職。ニートのチャラ男。で、なんとなくここに来てしまう。陰キャラですよね。引きこもりのね。どれにしようかなっていう。引きこもりみたいなとこあるんですけど、一応私もサラリーマンなんで、リアル感をちょっと追求したいなっていうことで、仕事を終えて、会社を出たところだにします。今、仕事を終えて、会社を出たところだ。うわ、すげえ。ねえ、今の。あんな。ちょっと待って。雷とちょっと違うな。何あれ。僕の名前は。My name is. 僕の名前は。ねえねえ、せっかくなんで、秋。お、ケン。デフォルトだと、ミサキケンになるのかな。ミサキケン。ケンって言うとね、ちょうどウルトラの父のね、名前ですけれどもね。ウルトラマンケンっていうね、本名ね、ウルトラの父ね。まさに巨乳女子ということですね。ですけど、アキキュンなんで、アキキュンと入れます。アキキュンでね、行きたいと思います。やっぱちょっとキュン感も、キュン、違う違う違う。
で、キュン感も欲しいんで、ちょっとね、星、入れときたいなと思いますね。はい。で、僕の名前は、会社勤めの若者だ。まあ、会社勤めの若者ではないですね、もう、30半ばなんで。めちゃめちゃやん。傘を買おうかもやってるのか？僕はある女性との待ち合わせ場所に向かっているんだ。なんかオグリッシュみたいな声してんな。はい、彼女は僕の、まあ、ある女性との待ち合わせ場所に向かって、まあ、その女性、その待ち合わせ場所に待ってるのは、僕の友人だ、僕のとても大切な人だ、まあ、彼女は僕の恋人だ、僕は彼女のことをよく知らないな、知らない人と待ち合わせしてるということですね。はい、まあ、よく、まあ、今で言うとね、ペアーズだったりだとかね、ああいう出会い系のサイトで知り合った人ということでしょうかね。まあね、ちょっとね、まあ、うちの奥さんが美人だったらいいなっていう、ことで、ちょっとね、とても大切な人だということに、この可愛いね、お姉ちゃんをしときたいと思います。彼女は、まあね、自分が、とても大切な人だ。まあリアルそうでもないんで男前やったらいいなっていうのと同様に、まあ、奥さんの方もまあ美人だったらいいなっていうところの願望を込めてやりたいなと思います。先にある公園だ。まさに巨乳女子ですね。行こうか。いや巨栄都市だわっていうね。はい。ステージ1、ステージ01、夜の街になんとかかんとか。で、スティックを軽く倒すと歩きます。で、スティックを強く倒すと走ります。おいおい、話しかけるときやめろよ。でね、話しかけてもほらセリフは変わりません。なんか喋ってんのでも、まあ、こうやって聞けたりします。以上しなさいよ。もうごまかされないわよ。ほら怒ってる。なんかしとったんかな。よく振るな。さ、もうこうなりゃいい。お、どう。わかんないな。今度のチケット買いに来たんだけど。わかんないね。早くしてくれよ。おしゃれ願望の強い、おしゃれ願望の強いってどんなか、今で言うあれか、意識高い系ってやつか。立ち読み好きの男、アイドルの双葉ほのかちゃん。じゃあついに、あ、違うね、これちょっとどうなったのとちょっと気にしてみたらですね、ほら、ほのかちゃんの生写真をね、売ってくれるんですよ。こいつ何しとってんっていう。プロマイド。で、所持金8000のうち、まあ、数少ないサラリーマンの小遣い8000のうち、3000を見知らぬ男に払うというね。まさにちょっと奇妙、奇烈な行動を起こすんですけど、距離に入ると、こうやって髪型を変えたりもできます。すごいですね。ね、ねね、ちょっと普段ねやっぱりね、サラリーマンで黒髪なんで、ちょっとね茶髪に、ゲームの中だけでもちょっと茶髪にしときたいなと思います。で、はい、のじこむ。トイレで用を足すこともできます。で、オプションボタンでメニューが開けるんですけれども、アイテムで、コスチュームに着替えれます。
まあ、コード、プロダクト、プロテク、プロ、あれ、プロ、プロモーションコードじゃない、プロモーションビデオじゃなくて、プロダクトコードをいただきましたんで、購入した際に。ね、衣装をいただきました。ちょっとこれに着替えときたいと思います。絶対絶命コスチューム。これコスチューム着替えることで、HP と体力、スタミナがね、増えるっていう仕様なんで、ちょっと着替えときます。なんか、やっぱスーツ。ね、なんかちょっと、何が起こるかもうすでに分かってる感出しときたいなという。ね、そんな感じ。すみません。少々お待ちください。いつも。でね、はい。簡単の奥に行ってみたいと思ったことはありませんか？姿勢を低くすればこのような場所をくぐれそうです。立ち回って四角プラス L で左スティックで、姿勢を低くしたまま移動できます。再度四角か×を押すと立ち上がることができます。え、めり込んだで今。はいはいはい、侵入侵入。いらっしゃ。もう交代の時間なのに私帰れないじゃない。ねえ、ちょっとどうしてそんなところに。今の一人言聞いてました。いやいや、後ろに後ろバール持ってそんなしてたら、まあ森本くんが、まあ、何かしたのかっていうことを聞きたいんですけれども、まあ森本のやつが何かしでかしたんですかねっていう、ちょっと釜をねかけてみたいなと思います。また森本のやつが何かしでかしたんですね。え、森本くんのこと知ってるんですか？え、そうなんです。彼また遅刻してるんです。また？国交代の時間過ぎてるのに。森本またかよ。しかも私この後深夜ラジオの公開生放送を見に行こうと思ってるんですけど。岩渕さん、彼に譲ってもらう約束だったんです。まったく、いつもこうなんだから。岩渕さん、森本くんまだ来ないみたいだから、悪いけどあと1時間だけ残っててくれないかな。マジか。はい、わかりました。っていう感じですね。もうアルバイトしてるからじゃね、もうほんまに森本何してんねんっていうね、そんな感じでね。住局には行ってみよう。お前遅刻するとかほんま最低や。ほんまお客様に対して変なお願いして申し訳ないんですけど。いやいや、もうカウンターの裏にいきなり来てるんやから、申し訳ない。こっちもどこかで森本くんを見かけて、ありえないかもしれないけどチケットを受け取ることができたら RSG ラジオまで持ってきてくれませんか？そこで今夜ミッドナイトスカイガーデンっていう番組をやるんです。おお。チケットは2枚あるんです。1枚はあなたにあげますから、お願いします。え、いいの？ね、まあまあね、カウンターのレジのとこに行ってね、強盗しようとしたらちょっと黙っててくれるみたいなんで、こちらもちょっと向こうのね要求は飲んどきたいなと思います。わかった。森本くんを見かけたらチケットを預かって届けるよ。まあ、知り合いじゃんかっていうね。さっき森本って言ってたんやんけっていうね。いらっしゃいませ。スッと戻った。ちょっと戻りよったな、あいつ。いつもは売り切れてるのに珍しいな。何しようとしてんの、お前。今日寄って正解だったな。よっ。はい、まあ、S マークのね、ね、S マークのところでセーブができるみたいで、まあ勝手にも回復してくれるみたいな。最近の技術はすごいな。まあいいですね。うちのテレビか。で、一度セーブしてみます。テレビ画面が綺麗だな。ま、お、すげえ。お前実写が流れてるみたいになってる。うわ。
なんや、おお、なんやなんや。で、このね、火みたいな、火のところに当たってもね、ちょっとダメージ受けるんで、そーっと行きたいんですけど。うわ、来た、ウルトラマン、こっち見てる。そう、偽ウルトラマンですね、あの目つき。もうメール来た。ね、あのピコピコンで左にこうやってメールが来ますんで、まあ確認してみましょうか。はい、まあオプションからね、あのアイテム画面でまだ確認することもできます。無事ですか？河野電話な。河野ゆき、無事ですか？町が大変なことになっているようですが、そちらは大丈夫でしょうか？私は待ち合わせ場所の公園にいます。気をつけてください。ね、返信内容も、まあ、選択制になってまして、こちら大丈夫だよ、今向かってます。優しいですね。はい、あまり大丈夫じゃないけど、とにかく公園に向かいます。うん、ちょっとそっけない感じでね。たどり着けたら優しくしてください。もう何言ってんねんっていうね。こんな状況で本当に公園行くのかよっていうね。ちょっとね、もう元から行きたくもなかったみたいな返信もあります。まあまだ大丈夫ですので、今向かってますようにします。はい、メール返信しました。はい、今向かってます。あのね、偽ウルトラマン、めっちゃこっち見てるやん。なんだ、何が起こってるんだい。でね、ほら、これがね、街中に落ちている教育ゴミは大変貴重です。交番には届けなくていいので、見つけたら拾っておきましょう。集めたゴミは髪型やコスチュームと引き換えることができます、ということで、まあ3種類ありまして、それぞれ取得できるゴミの枚数に違いがありますということなんでね、これはね、ぜひ見つけてね、いろいろ取っていきたいんですけど、これもうね、結構ね、意外にね、すぐ死ぬんですよ、主人公が。なんだか、まあ、穴だけでっかいね、ウルトラマン。ウルトラマンもね、3万トンとか重さありますんですけど、生まれたらね。おぉ、でかい。実際この現れたことになるな。うわ、熱光線を下がって建物などを破壊しています。周辺では激しい爆発や火災が発生している模様です。うわ、ライブやん、ライブ中継や。大きくなることが予想されます。すげえな。近くにいる方は落ち着いて避難してください。いいよ。おお、繰り返せよっていう。緊急のニュースをお伝えします。繰り返しくだ、よかった。先ほど宮戸市桜区に正体不明の銀色の巨人が現れました。おぉ、ジュワッチディア来たウルトラマン。わお、周辺では激しい爆発や火災が発生しているものです。今後さらに危険が大きくなることが予想されます。近くにいる方は落ち着いて避難してください。繰り返します。かっこいい、ウルトラマンかっこいいわ。そこで緊急のニュースを。大変ね、この時に福井さん。あなたも早く。通りの向こう側はまだ火災が起きていないわ。通りの向こう？諦めちゃいけません。諦めなければ絶対に助かります。いえ、諦めるも何も。諦めませんから。必ず助かりましょう。おお、なんかすげえ緊迫してきたな。ほら、絶対諦めねえ。じっとしてても、どうにもならねえ。おぉ、いたん
ウルトラマンね、身長 40m、体重35,000トン。あー見えない見えない、ダメだ見えない。よしよし、めっちゃフラフラしてる、めっちゃフラフラしてる。わーい、危ねえ。なんだ、何の爆発だ。くそ、ダメだ、よくもやりやがったな。お、でね、まあ、思わずなんかね、悪そうな取引をしてたんでしょうかね、黒ずくめの、ね、男たちの目撃現場を、取引現場を目撃してしまったみたいなね、そんな感じなんでしょうかね。はい、付け根のジラルミケースを見る、冷酷そうな眼鏡の男を見る、背の高いいかつい男を見る、思わず待っているお札を取ろうとする、このお札を取ろうとするってすると、お金をゲットできますんで、さっき、プロマイドを買ってしまいましたんで、お金をここで補充しておきたいと思います。よし、1万円を手に入れた、やったぜ。最低だな。まずい、見られたぞ。すいません、します。お、ジンのウォッカみたい、まさに。やめろやめろ、だめや、ウルトラマンやん、失礼ろ。トラというだ。まあ、とにかく逃げよう。なんて怪しい男たちなんだ。逃げよう。少なくとも親切な人には見えないな。逃げよう。捕まると大変なことになりそうだ。逃げよう。まあね、全部とにかく逃げようなんですけど、まあ逃げるは恥だが役には立つということで、捕まると大変なことになりそうだ。逃げよう。逃げまーす。逃げよう。勝つことないです。もうダメだ、逃げられない。危機的な状況に陥ってしまったときは、びっくりマークが表示されているときに四角を押すと危機を脱することができるかもしれません。よいしょ、お、よし、抜けた、ナイス。おお、でね、スティックを強く倒すと走れるんですけど、スティック倒してるときに、R1 かな、押すと、ダッシュができます。そのときにね、画面左上にある、HP って書かれてるところの下、ね、あれがスタミナになりますので、まあ、それを消費して、あれ、コイン違う？こんなところにセーブポイントあんねんけど。戦ってる。う、これは痛そうにしてるやん、痛そうにしてるやん。すごい迫力だと思わずすべく、似てる、どっちが正義でどっちが悪なんだと困惑する。目がつり上がってほうが、ね、偽ウルトラマンですね。どちら負けるなと応援する。せっかくなので巨人をバックに記念写真を撮る。ツイッター、ツイッター、へえ、ツイッター、ツイッター。ね、はい、もうお気づきかもしれませんが、 L スティックを少し傾けると、歩き大きく傾けると走ることができます。早くこの場から離れたい、その時はR1 を押しながら移動するとダッシュを行うことができます。ダッシュはスタミナが減少し、スタミナがゼロになると疲れ状態になってしまいます。スタミナに注意しながら駆け抜けましょうということですね。はい、見てほら、使ってる。
おお。よし、今のじゃ。これがね、これね、のんびり歩いてるとね、尻文字ついてきてね、小道具巻き込まれるんですよ、これに。ほら。これに巻き込まれて、で、おお、正体現したな。凶悪宇宙人。ザラブ星人。改めて見ると大きいなぁと圧倒される。なんだか危険な感じがする。時計がこの場を立ち去る。とても友好的な雰囲気だと思い手を振る。とても友好的な雰囲気だ。おい、何してねん。凶悪宇宙人ですからね、やつは。うわ、逃げろね、凶悪宇宙人ザラブ星人ですから。な、何あれ。まあ、何やねんってあれっていきなり出てきてビビるね、やっぱり。こりゃすげえ、スクープ確定だ。途中で姿が変わりやがったらもうバッチリ撮れてる。これじゃ出られそうにないな。入ってきた。ここにいるとまずい。おい、エレベーターなんかこんな時に使おうとすんのダメやろ。停電のようです。エレベーターは動いていません。地震の時とかはね、もうエレベーター使ってダメですからね。自分だけこっそり行ってみましょう。こんなところにいたら危ない。こそこそしてね。階段で上に行こう。そのこそこその仕方もまたなんかちょっともうほんまに。ねえ、お前さ、なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。あいつの勘に触るようなことでもやったのか。いや、何もしないよ。なんか友好的やなと思ってちょっと手振ったぐらいですね。なぜ僕が狙われているように見えたんですかと聞き返す。別に何もしてないと思いますと不快感を表に出す。展開のあやでここにたどり着いただけですというより他ないですね。聞き返しましょうか。なぜ僕が狙われているように見えたんですか。立教からこのビルの入り口までまるでお前さんを狙って攻撃しているように見えたからさ。だとしたらここで一緒にいたら危ないわ。俺も上に行く。なぜ俺も上に行くって。お前、俺上行ってどうするの。お前していくんか。お前さんと一緒に得だねが取れるかもしれないってことだな。大塚だ。ネットニュースに記事を投稿してる。よろしく。おう、秋ギュンだ。こちらこそよろしくね。階段を駆け上がった巨大異星人からに逃れるためにビルに飛び込んだ。そこで大塚という男と出会う。彼は僕が巨大異星人に狙われているようだという話している間に炎がビルの中に入ってきた。みんなは上階へと移動してしまった。僕もその後同様に上に行きましたよとメールが来ました。変身。え、ウルトラマン、ひょっとしてウルトラマンの変身とこの変身のかけてる。よかった、気をつけてきてください。それ公園に行かなあかんのに、公園に。でかいな。現金の持ち物見てもらう。ねえ、こんな人にない持ち物をね、売ることができます。何か持ってもね、売れたんでしょうけど、ちょっと手元に見当たらなかったんで。あれは何なの。ザラブ星人だよ。こりゃすげえ。こっち見てる。どうすれば。すげえすげえ。ほらほら見て、かっけー。あれは一体何だ。なんでこのおじさんで、サラリーマンのおじさんで体力回復してセーブできんねんっていうね、
なんかあるんでしょうね。ドアが開かないんだ。ダッシュ L スティックプラス R1、 まあダッシュですね。建物破壊可能物にゲットすると破壊できます。まあダッシュした状態でっていうことですね。いきますよ、せーの、おりゃかい、せーの、おりゃ、ナイス。どうすれば、うん、めっちゃビームみたいなの出してるやん。あお、いっぱい油断してた。機内訓練もそれ油断もするわ。とにかく OK。 うわあ、なんだあの巨大な腕は。うやだ、死にたくない。木下くん、助けてくれ。ジョー、いつも偉そうなこと言ってるくせに情けない人ね。うわなになに、手光ってんけど、リトルスターか。なんだ、腕がひるんだような気がするか。あなた、乗り物なの。分からん分からん。なになに、いきなりやねん。俺も初めてやねん、こんなこと。なんだこの光は、僕の力と戸惑う。なんなんだこの光は、どなたのだと慌てふためく感じる。僕の心の体の中に新しい力が目覚めるだろうと、とコスモを燃やす。うわ、見上げるぜ僕のパワーと高揚する。ね、なんかあれですね、やっぱりキャラ設定というかキャラクターのあれがあるんですかね。ね、上がなんかやっぱりサラリーマン僕でっていうのなんかありますね。うわ、見上げるぜ僕のパワーと高揚するぜ、ほらみなぎるぜ僕のパワー。あー、いいね、ローテーション。うわー、いけ。お、アゲ軍が紫色の回顧レベル3になった。巨大な腕がおとなしくなったわ。やっぱりあなたの力なのね。すごい、すごい力だ。すげえ。って頼もしいの。口先ばかりで選ぶってるだけの課長とは大違いだ。おい、そんな風に思ってたのか。今のうちに逃げるぞ。すごいすごい、俺のことをもうちょっと怖がれよ。そんなことよりも、すごい人なのだわじゃなくて、もっと怖がれよ俺のこと。いた、あーれー、あー、いた、あ、失敗。あーあ、全然うまいことできひん、全然うまいことできひん。いきなり出てくんねん、もう油断してるときに。巨大な影をもっと見たい。しかし画面に入りきれない。そんな時は巨大な影を捉える虚影カメラを使ってみましょう。 R2 で虚影カメラと通常カメラを切り替えることができます。おっ、違う違う、あれ行かなくなった。ほらほらほら、これこれ、あれこ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 れ、よっしゃ、出よう、セーブする。はい、一旦セーブします。ちょっとね、キャプチャーがね、機能できてなかったんで、また同じのね、位置からするのもしんどいんで、あれしました。ここに何回も確認しておきます。で、上見てたら下が、うん、いた。見えへん、見えへん。上見てたら下が見えへん。足元が見えへん。よいしょ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、すげえすげえ。かっちょいかっちょい。
ステージ01、夜の街に現れた巨大な影。なんだ今のは。ニュースを見てみよう。で、これでね、ニュースで、ニュースを見てみようということで、振り返りが行われるということですね。はい。競泳ニュース、競泳ニュースね、これでね、このステージ01であったこと見たことっていうのがこうやって残るっていうようなね、振り返れるっていうね。おーおーおおおにゃーおー、ナイス。ね、こうやって一つ一つこうピックアップして見ることも可能になってます。でね、ひょっとしたらこれが変わるかもしれないですね、選択肢によって。ここでスマートフォンで撮ったんですけど、ほら、今回の演で巨人の戦いの前でスマートフォンによる自撮りを行う多数の若者が目についた。警察はこのような場面を自撮りを控えるようなことを帰りを呼びかけているということですね。あ、ザラブ星人と自称し、言ってますね。説明ありますね。光の巨人に化けていたのはザラブ星人。約40メートル、推定体重2万トンです。地球と友好関係を結ぶためにザラブ星から地球でやってきたと述べていた。へえ、町を破壊したのがいくつか飲まれてるスミレクから。ここに出て怪人渡辺さん、ザラブ星人のことを信用していたのでとても残念。なぜウルトラマンに化けて町を破壊していたのだろう。ウルトラマンの評判を落とすのが目的なら許せないと憤りをあらわにした。まあね、凶悪宇宙人っていうね、名前ですからね。信用させといて後からそれをひっくり返すっていうようなね、そんなねことなんでしょうかね。お、すげえ。これなんていう技やったっけね。ウルトラマンいいな。でね、こんな風にね、振り返りがいろいろね見れますんで。あ、そうそう。で、リザルト結果ね、取得コイン数14、移動距離1058メートル、資産3万20円、スタミナ消費量670、HP 消費量160、
緊急回避5分の2成功したということですね。はい、ということなのでこれで振り返りの方終わりたいと思います。ということなので一旦ね、今回はね、まあステージ01、をねプレイしたところで終わりたいと思います。また続きこのままねプレイしていきますんで、ウルトラマンとかね怪獣好きな方はねぜひ見ていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。以上、あきぎゅんでした。バイバイ。